新型コロナウイルスの感染拡大が続くフランスのパリで、政府がレストランの営業禁止を示唆したことに、店主らが鍋を叩き抗議しました。今一斉に鍋を鳴らし始めました。レストランの閉鎖はダメだと抗議しています。パリ市内では2日昼ごろ、レストランの店主らが店の前で、営業禁止はレストランの死を意味するとして黒い腕章をつけ抗議しました。政府はパリ市内のレストランやバーについて今週末の感染状況次第で5日から閉鎖することを示唆しています。Che non è in train de se battre parce qu'apparemment c'est la faute des restaurateurs, c'est la faute des restaurants. Je pense que c'est la faute du plus débile.レストランの業界団体は今後も営業を続けられるよう追加の衛生対策案を政府に提出する方針です。